もしランデブーポイントが軍事基地になった時、あのこの前の反省のあれなんですけど、うんうんうん、もし軍事基地にランデブーポイントお願いしますって言った時は、左下のカッ、あのカックンってなってるとこにボートで上陸します。もう一回言って。軍事基地の海辺あるじゃないですか、左側の、うん、のめっちゃなんかもう長方形みたいな曲がり角になってるカックンってなってるところにボートで突っ込みます。どっちだ、左角でいいんだよな。はい、左角ですね、左下の角。ちょんちょんくーんちょろ、あ、そうです、ちょんちょんくーんちょぼのくーんのとこですね。オッケーオッケー、わかった。はい、なんかもしケーキに刺すならそこみたいなところに作る。オッケー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 、了解。ちょんちょんくーんのくーんのとこでしょ。そう、くーんのとこです。あ、オッケーオッケーオッケー。なんか右足みたいな形してるところです。え、了解です。いや、右足ってどこが右足なの？どこが右足なんだよ。右足要素どこにあるんだよ。あ、伝わってる、右足。え、なんで右足で伝わんの？あれ、ここじゃない、もしかして間違えてるかな。かかと、かかとらへんに、右足だとするとかかと。ああ、はい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 。伝わりましたか？オッケー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 。かかとね、そこに上陸するときは地上ラークもしくはヘリの誰かがそこに先に上陸してできてる条件でそこに作ります。軍事基地のかかとね。はい、軍事基地かかとです。かかと了解。軍かかで呼ぼう。軍かかってなんやねん。軍かかで了解。